どうも、大之助です。今回は僕の好きな漫画、エンジェルボイスについて紹介したいなっていう風に思います。で、あの、サッカー漫画なんですけど、不良たちが本気でサッカーやったらどうなるのっていう、まあ、スラムダンクのサッカー版みたいな漫画で、40巻、確かちょうど40巻で、えっ、ー、と、完結してる漫画なんですよね。で、なんか絵もね、 あの、もちろん、あの、スラムダンクの作者の井上達彦先生とは違うんすけど、なんか若干似てるんすよね。で、この作者の方って、確か、あの、野球漫画を30巻ぐらい書いてて、で、それも結構、えと、面白いっていう風には聞いてますけど、僕まだちゃんと読んでないんですよね。Go&Go Go だったかな。まあ、その話はさておき、このね、エンジェルボイスっていうサッカー漫画ね、めちゃくちゃ熱くて、心熱くて泣けるんすよね。 今まで僕「アオ青シ」だったりとか「ブルーロック」とかあのいろんなサッカー漫画紹介してきてで他のやっぱ有名なサッカー漫画ももちろん心熱くて燃えるような展開がたくさんあるんですけど中でもあのなんかねこの「エンジェルボイス」はね泣けるんですよね。 切ないこと、苦しいこと、挫折とかがね、めちゃくちゃ多いんですよ。なんかね、ちょうどいい感じのリアリティがあるんですよね。この話っていうの、このエンジェルボイスというストーリーっていうのは。まあ、天使の歌声って書いてるけど、サッカー漫画って全然関係ねえじゃねえかっていう風に思うかもしれないんですけど、まあ、あの、マネージャーの高畑舞っていう女の子が、あの、まあ、顔はそんなに可愛くないんですけど、 <laughs> まあそんなこと言うなんて話なんですけど「あのブサイクっていう風に序盤から結構あの全然知らない人たちにいじめられるシーンとかがあってただその女の子はめちゃくちゃ声が綺麗歌声が綺麗なんですよねだから天使の歌声っていうことで,であの主人公たちはあのめちゃくちゃもともとヤンキーだったっていうのもあってあのすぐ喧嘩するんですよねすぐ,すぐ揉めて殴り合いとかするんですけどそのあのあマネージャーの舞ちゃんがなんか歌ったらみんななんか聞き惚れるというかあのまあ、静かになるみたいな。あの それぐらい、天使の歌声の、あの、を持っているマネージャーの女の子と、そして、あの、なんだろう。まあ、野球未,未経験だけど、喧嘩がめちゃくちゃ強いっていう、あの、人たちが、本気でサッカーしたらどうなるのかっていうような漫画なんですけど、っていうのも、あの、舞台の、その、一律乱山高校っていうところが、めちゃくちゃ不良高校なんですよね。あの、ベルゼバブの主人公たちがいたような高校なんですけど、で、喧嘩の強い奴らがどんどん集まってくる高校で、 で、さらにその年の高校1年生の中にはなんか伝説の4人っていうのがいてまだ1回も戦ったことはないけどそれぞれの地区で無敗っていう風な伝説あのを作っている4人が一堂にこの高校にあのなんか会するらしいぞっていう風に言われててで,であの、主人公の成田慎吾っていう男の子はもともと中学校の時サッカーやってたんですけど。あの、 別に、あの、真面目にやってたわけでもなくて、そして、あの、が、その、学校の、指導がちゃんとしてたわけでもなくて、結構、技術、技術が拙ないですよね。だから、まあ、サッカー遊び半分、そして、あの、か、あの、売られた喧嘩は買うぞっていうようなスタイルで、あの、まあ、喧嘩もめちゃくちゃ強かったっていう子が成田慎吾なんですけど、その、成田慎吾くんの幼馴染の女の子と約束して、あの、高校生になったら、絶対喧嘩しねえぞと。 なんかお茶にごすみたいな感じっすよね <laughs> っていうのを決めててだからあのヤ,ンキーヤンキーが結構多い学校に来た手前そのいろんな人たちに狙われるんですよね「おい成田戦えよ」っていうふうにだから一夜目からずっと主人公の成田慎吾くんは逃げ回る生活を送るんですよであのもう一人最強の4人まあ四天王のう,うちの一人の尾上輝久くんっていうまあ目つきの悪い男の子がいるんですけどその人はずっと喧嘩に明け暮れててまあ,あの成田くんとも。 喧嘩でで戦うことになるんですけど残りの2人が1人が所沢くんっていうめちゃくちゃがたいがよくて身長190ぐらいあって穏やかな表情してるんですよねけど最強の,あの4人のうち1人っていうふうに言われてるんですよであのこの人本当に喧嘩するのかなっていうような感じなんですけどでも最後の4人のうち1人っていうのが乾清春くんっていう人で金髪の目つきが悪い男の子なんですけど彼はサッカーめちゃくちゃうまいんですよただまああの青足の富樫くんみたいな感じですよね ただチームメイトからのやっかみだったりとかなんかそのそこの悪さっていうところが目立ってそのサッカーめちゃくちゃうまいけど周りから評価されないっていうかその大人たちからも評価されないっていうことでグレてというかあの友達に確かにはめられたんじゃなかったかな。 ケガさせられたのかあのなんか評価を落とすような,なんかあの演技をさせられたのかえ、えっと、演技を友達がしてというかあのチームメイトがしてはめられたのか忘れたんですけど仲間を信じれなくなってもうあの中学校2年ぐらいの時にサッカーやめてヤンキーの道に走っちゃったっていうめちゃくちゃうまいけどあめちゃくちゃサッカーうまいけど不良の道になっちゃった井上清く君っていうあの子がいるんですよね。っていうまあ主要人物の4人が揃いましたというところであのまあ なんかやヤンクミというか極戦じゃないけどあの、まあ、おっちゃんの先生がこの年から赴任してきてあのこの学校を変えてほしいとあの普通の生徒もいっぱいいる中でこんなにヤンキーたちがいると学校の治安が悪いとと彼らをかかかしてくれませんかであの黒木先生だったかなあの今まであのたくさんの,あのヤンキー高校とかを強豪,強豪のサッカー高校とかに導いたすごい手腕の持ち主の,あの黒木先生という人がこの一立嵐山高校にも呼ばれたんですよねその手腕を買われてで もうう喧嘩をやめたたいいっていう風に言っててに言成田君主人公の成田君を筆頭にちょっとずつそのヤンキーの人たちをこうあのまあサッカーの道に引き込んでいくんですよまあ大抵成田君が相手をボコって一緒にサッカーやるぞっていうふうにあの練習を始めるんですけどというのもその,なんかその学校一律乱山高校っていうのは確かどこもあの強制的に部活入らなきゃいけなくてでサッカー部にヤンキーの巣窟になってたんですよね。で 高校2年生のモモ、桃瀬もくんっていう男の子が、坊主頭のすごい人の良さそうな子なんですけど、彼はすごい心の底からサッカー好きで、みんなとサッカーしたかったんですけど、その一律乱山高校はみんなサッカーやる気なくて、あの、もうヤンキーの溜まり場で喧嘩ばっかりするんですよね。だから、あの、ももせくんはも、もちろんその、サッカー部内でいじめられるし、誰もサッカーの相手してくれないしっていうことで、あの、すごい悲しんでいたんですけど、ちょっとずつ、 みんながサッカーしてくれるようになってそしてそのなんか最強の四人っていう風に言われていたうちの一人の犬井清春くんサッカーもめちゃくちゃうまいけどやめちゃったっていう犬井清春くんがあの近くの船,船橋学園だったかなまああの主人公たちのライバル校に当たるんですけど全国のインターハイとかで優勝したいとか二位とかっていうのをざらにあるようなもうあのよくある超強豪校なんですよねその超強豪校の中のユーエルカーソンっていうあの 白人の長身1九十センチぐらいの人にいや俺の方が絶対うめしっていう風に勝ち込みに行くんですよね犬くんがただボッコボコにやられてあの喧嘩じゃなくてテクニックでボッコボコにやられてしでかいのにめちゃくちゃ俊敏でテクニックもあるっていうことでその犬くんの心に再び火がついたんですよね絶対うめえを試合で倒してやるっていう風にで あの、所沢くんっていう、もう、もう、その、背の高くて、がたいのいいような、穏やかな、あの、顔してるけど、めちゃくちゃ喧嘩が強いっていうふうに言われていた人は、そんなに喧嘩することなく、あ、俺もじゃあサッカー部入るわっていうふうになって仲間になってくれたりとか、やっぱり、その、あの、スラムダンクの桜木花道じゃないですけど、まあ、喧嘩強い人しっし、運動神経いいんですよね。体の使い方がうまいっていうか、筋力的に恵まれているっていうこととかもあるから、この、なんか、荒くれどもどもが、 あの荒くれどもたちが本気でサッカーやったらどうなるのかっていうふうになんかメキメキとみんなが上達していくところっていうのがねめちゃくちゃ面白いんですよね。 で、あの、稲妻イレブンとかマジコみたいな、なんか、いや、それねえだろっていう風な、まあテニスの、テニスの王子様風の、なんか、快進撃その弱小高校が快進撃を急に繰り広げていく、まあ、エリアの騎士も、まあ、エリアの騎士はタレントが結構揃ってたっていうのはあるけど、っていうような、主人公補正がかかってるようなサッカー漫画、僕ちょっと冷めちゃうんですよね。ま、あサッカー漫画というか、主人公補正がかかりすぎているバトル漫画とか、サッカー漫画とかって、ちょっと冷めちゃうんですけど、 このね、あの、エンジェルボイスはね、バランス調整とかその辺のリアルさが絶妙なんですよね。というのも、まあ、サッカー真面目にやるようになりましたと。とはいえ、今までずっとそのヤンキーばっかだったし、ヤンキーが構成しましたって言ったところで他の生徒たちからは、なんか、あの、誹謗中傷の的っすよね。あの、なんか今更真面目になったところで、あの認め俺、俺たちは認めねえぞっていうような、な、目になるんですよね。で、あの、 結果を出さないと廃部にするっていう風に結構あのやっとまとまり始めた序盤でチームがまとまり始めた序盤でそんなこと言われるんですよねであのインターハイかなんかの,あの予選の決勝トーナメントに最低でも入らないとあのお前たちは廃部だっていう風に上京都とか校長とかから言われるんですよでさらに1回戦か2回戦とか序盤で当たるところがあのめちゃくちゃ強いところなんですよで普通は 予選をあのなんか免除されてシード校として出るような高校がなぜかそのあの結構あの初戦でその一立乱山高校と戦うことになってこれはなぜかっていうとあの江崎っていうあ、まあ、その向こうの高校の,あの、まあ、主要人物があのなんかマリーシアというかちょっとラフプレーみたいなのが多くて。 そのせいでトラブルが勃発して1年間出場その学校自体が公式戦出場停止になったんですよねであのまあその江崎くんっていうのは確か1年生か2年生かだったからまだ次の代はあるんですけどただとはいえ今3年生の人たちは試合に出れないっていうことがあってただ江崎お前はあの絶対にあの,バあの部活をやめることを許さんと練習に手を抜くことも許さんそのなんかお前のミスのお前がやらかしたせいで 上ののの人たたちは戦う資格を奪われたのだそんなお前がや、まあ、めるなんていう責任の取り方を,するを絶対にすることを俺は許さんというふうに監督に言われて、まあ、めちゃくちゃそのなんか実力で言ったらもっと上の予選に出てくるような人たちじゃないのになんだろう。あの <め> <laughs> いきなり初戦で当たる、あの、一日暗算と戦うことになった、その江崎くん率いる、ちょっとどこ高校か忘れたんですけど、その江崎くんもめちゃくちゃ上手いけど、その周りからはもちろんそういう過去の出来事があるから嫌われてて、で、同じようにタレント性能揃った、あの、あの、なんか、箱崎くんと赤崎くんっていう、後に三崎っていう、三,三つの崎っていうふうに、あの、言われる、あの、三人のタレントが揃った、あの、高校と戦うことになって、 そこで激しい熱戦を繰り広げたりとかで一立嵐山高校が廃部になるかどうかあのかかっている大きな試合でその例の全国優勝とか全国出場が当たり前の船橋学園と戦ってでボロ負けするんですよね。 あのみんな必死になってあの戦ってその味方がちょっとでもそのボールをクリアするためにみんなそのゴール前であの自分のゴールにボールが入ろうとしているところをあの必死にスライディングしてあのみんな止めに行くんですけど間に合わなくてみ味方選手の7人ぐらいがゴールに自分のゴールに突っ込むんですよね。でその、まあ、あのアウェイというかギャラリーの人たちから見たら「<laughs> あいつら必死だぜヤンキーのくせによう」みたいな風になって,て。 まあこれが後々あの30何巻とかで大きな伏線になってくるんですけど結局今までそのヤンキーとしてタバコ吸ったりとか喧嘩にあくくれてたりしたけどもっとサッカーし,たかって,しておけばよかったっていうふうに彼らその主人公のヤンキーたちはあの負けてから強く思うようになるんですよねただもう廃部とただ廃部になる前にその戦いぶりを見てたその一律乱山の普通の高校生あの普通の生徒たちもなんかすごい真面目にやってんじゃんとそしてあの で強いじゃんとだからなんかチャンス与えられないかなっていうことであの別の強豪校となんかエキシビ,ビジョンマッチみたいなのを一時世乱山のグラウンドで戦ってでそれで勝ったら配部は免れましょうみたいなあの救済権が与えられたりとかそしてま,あまた船橋学園以外にも別の強豪校が2個3個出てくるんですけどでそこでもねなんか,あのなんかまたクセの強いキャラクターがたくさん出てくるんですけどその頃からそのヒロインの あのエンジェルボイスの高畑舞ちゃんの様子がおかしくなって様子がおかしくなってというかちょっと病気があの顕在化してで長くはないよっていうことになっちゃってっていう話が中盤ぐらいから始まってくるんですよね。でこののののエンンジェルボイスの1話目の最初のシーンで あの、なんだろう、お前らは喧嘩だったらバルセロナとかにも負けない。けど、サッカーでも負けないことを証明してみせ,せろっていう風に黒木監督が言って、選手たちをあのベンチからフィールドに送り出すシーンが一話目の最初の見開きのページなんですよね。で、その見開きのページで、あの、主人公たち成田慎吾くんたちは泣きながらピッチに立ってるんですよね。これどういうことなのっていうのが、 後々明らかになるんです。もう,もうここまでなんかいろんなピースをあの紹介してしまったらあ、あ、そういうことねっていう風になるかもしれないですけど、うん、なんか舞ちゃんが病気でっていうのと、みんなが泣いてるっていうのと、っていう風になったらみんなちょっと想像するかもしれないですけど、まあその辺も含めて是非、ぜひ。 あの手に取ってエンジェルボイス読んでほしいですね。LINE 漫画で僕最初出会ったんですけど、LINE 漫画でも結構長いこと見せてくれて、多分コミックス20巻ぐらいまで、今はそこまで見えるか分からないですけど、あの読めて、でそこからあの伝えてあの漫画借りて最後まで読んだんですけど、いやー、本当にね、どのシーンもね、胸厚展開ばっかりで、その船は、<laughs> 船橋学園って僕言ってたけど、船は学園ですね。船は学園と、あの、 ためを張るぐらいの強さの八野高校の人たちもすごいなんか強い人たちがたくさん多いし何よりその主人公たちのいる県神奈川県かちょっと忘れたんですけどその八野高校と船輪学院が全国大会でいつも1位と2位を獲得するんですよね。だから 一つの県にその全国1位2位があるなんて、あの <laughs> まあそうそうないと思うんですけど、それぐらいめちゃくちゃあの強,豪強豪な激戦地区を乗り越えて全国に行かなきゃいけないっていうハードな状態で戦わなければいけないところだったりとか、あと、まあ、主人公たちが、まあ、次の年になってうあの孝一くんだっけ、あの今キャプテンが3年生になって、もうあのキャプテンが最後の年だと。 であのまあ、主人公の成田慎吾君たちが2年生になって絶対にキャプテンを全国に連れていくぞっていうふうにと一緒にあの全国に行くぞっていうふうに、まあ、主人公たちが一丸となってた戦っていく、まあ、第2幕みたいなのが20巻以降ぐらいから描かれるんですけど無事サッカー部の存続が決まってねであの誰だっけあの敵八代高校の,あのゴールキーパーの。 一年生の男の子、ちょ、名前誰くんか忘れたんですけど、あの子のラスボス感半端なかったっすよね。<laughs> その八つの高校もシンプルに強いっていうのもあるし、やっと相手の守備陣を突破でき始めたと思ったら、そのゴールキーパーの男の子が、やっと出番かよっていうふうに言って、なんか見開きでのページでなんか言ったところとかね、ちょっと鳥肌立ちましたね。うわ、もう、こんラスボス感って <laughs>。この強キャラ感半端ねえなって、ワンの城めちゃくちゃ強かったしね。っていうところとかね、なんか、あの、 その辺の辺キャラクターの際立,て際立たせ方とかがすごいいいなっていう風に思いましたね。あと、まあ、船橋学園のキャプテンであれなんか天才っていう風に言われてるあのご,ざござるの人あの語尾がござるなんですよなんとかでござるって忍者みたいな口調でふざけてんのかっていう風に思うかもしれないけどめちゃくちゃ実力があるって「あおわし」でもあのキャプテンの人いましたね坊主頭の人。なんとかなりみたいなふうにとかゴニョゴニョ言ったりする。 名前健太さんだっけ忘れたけど <laughs>。そんな人みたいな。やっぱちょっと抜けてるけど能力が高い人みたいなキャラもいて面白いですね。あとは一律乱山の,の評価をね、外部の人たちがちゃんとしてくれるっていうところがね、僕好きなんですよね。あの、例えば、あの、どっか強豪校のなんかおじいちゃんの監督が率いるところと戦っていたら、その一覧のディフェンス陣がめちゃくちゃレベルアップし始めたと。 だから、これ以上のプレーは、ちょっと公式戦に、もし怪我してしまったら、うちの選手が怪我したら、公式戦に差し障りがあると。あの、君たちの守備のレベルだと、そんな、あの、接触するほどの、あの、まあ、要するにボールに触れられないレベルだろうっていうふうに思ってたけど、あの、あの守備陣、あの、一覧の守備陣の人たちがめちゃくちゃ上手くなりましたと。 ちょっとこのまま戦ったらよくないとだから試合ちょっと中心させてもらえませんかっていうふうになんか言うところとかあの実際にはそんなケースほぼないだろうっていうふうな話なんですけどあのそれぐらいあのとかあのなんか最後の、まあ、戦い船橋学園船尾学園との戦いであの守備陣が一斉にそのオフサイドトラップの,その手を挙げたっていうところだったりとかなんかみんなが連携してちょっとずつ強くなっていっているっていう描写を。 描くのがね、うまいなーっていうふうに思いますね。それこそ最後の戦いで、みんなが、その昔は1年前は、みんなが自分のゴールに、あの全力で突っ込んで、あのゴール、ボールをクリアしようとしたけど、結局うまくいかなくて点取られて、なおかつ周りに笑われたけど、最後の試合では、みんなが、あの点を取るんだっていう気持ちになって、ゴールにつ相手チームのゴールに突っ込んで、あの、まあ、ボールを相手のゴールマウスにぶち込んだっていうところで、周りの人たちから、しょあの観客たちから、 あのまあ、船輪の応援側の人たちからも称賛の拍手やあの生まれたところとかね、あそこね、めっちゃ泣けましたね、あのもう本当に <laughs> あのただのヤンキーが構成して真面目にスポーツやりましたっていう漫画じゃないんですよ、まあ、ルーキーズとかも,もちろん面白いけどね、面白いけど、な,なんかね、なんかもう、心を燃やしてる、命を燃や,燃やしてるっていう感じがね、ひしひしと伝わってくるんですよね、エンジェルボイスは。 まあ、煉獄さんのように心を燃やせって感じっすよね。いや、あれ、あれ読んだらまたサッカーやりたくなりますよ。だから皆さんもね、ぜひ、エンジェルボイス、あんまり、なんか知られてないというか、僕の身の回りでも読んでるっていうの聞いたことないですけど、まあ、サッカー漫画でどれをおすすめするかっていうふうに言われたら、正直ね、青足も面白いし、ブルーロックも面白いけど、ちょっと僕の中では、その歌つは邪道感があるんですやいや、いやー邪道でもない。いや、まあブル、ブルーロックは邪道、邪道サッカー漫画かもしれないですけど。 青足もユースっていう、まあ、めちゃくちゃ面白い、ユースを舞台にしためちゃくちゃ面白いサッカー漫画だけど、そして戦略に対してすごい非常に重きを置いた面白い漫画なんですけど、エンジェルボイスもね、いいんですよね。あとまだ紹介してないけど、ティエンポっていう、あ、下ネタじゃないですよ。ティエンポっていう、ヤングジャンプで連、隣のヤングジャンプっていう、あの、ウェブサイトで連載している、えっ、ー、と、サッカー漫画もね、絵が綺麗でめちゃくちゃ面白いから、ティエンポもいいんですけど、エンジェルボイスがいいかな今一番コミックスが出てて面白いのは、 エンジェルボイスかなっていいう,うにダイスケは思いますなので皆さんもぜひ「エンジェルボイス」読んで涙して胸を熱くしてみてくれたら嬉しいなとあのあどのキャラクターが好きですとかどのシーンどの戦いが好きですみたいなのぜひ教えてほしいなだから僕は最初のその「三崎」と戦うところとかねあと百瀬くんが公式戦で初得点上げたところとかめっちゃグッときましたねその派手なオーバーヘッドとかで決めるんじゃなくてあのみんなでつないで堅実に1点取ったっていうところがね あそこがね、そのヤンキーたちの荒くれ者たちのゴールじゃなくてふ、なんか基本に忠実なプレーをして撮ったっていうところが、その地に足ついてるっていう感じがして、とてもいいなっていうふうに思いましたね。なので皆さんも好きなシーンとか好きなキャラクターとか、ぜひコメント欄で教えてくれたらなっていうふうに思います。ということで今回は以上。